皆さんこんにちは。今回はアニメ風爆発エフェクトの作り方を解説していきます。若干難しい内容になるかもしれませんが、できるだけわかりやすくご説明させていただきます。こちらのエフェクトなんですが、結構重たい作業でマシンスペックが必要になってくるかもしれませんので、一応ですね、重すぎて厳しいって方のためにも、 見栄えは少し落ちるんですが、軽量なやり方もやってみます。これはご自身のパソコンスペックに応じて使い分けてみてください。では、早速作っていきましょう。まず、カメラとライトは削除しておきます。あと、レンダープロパティのブルームチェックしておいてください。 続いて、キューブに、サブディビジョンサーフェイスを追加してあげます。レベルは6で、こちらは適用しておきます。このように球体になるんで、続いて、ディスプレイス、モディファイヤーを追加してあげます。 このディスプレイスモディファイアによって雲状の形を作ってあげるんですがこの際テクスチャーを当ててそのテクスチャーの濃さによって雲を作ってあげるところなんですが今回はウェイト値を使った形状の変化をさせていきますウェイト値を管理する場合はまず編集モードから オブジェクトデータプロパティのバーテックスグループ。こちらに頂点グループを追加します。今すべて選択した状態にしておいてください。ウェイト値は1位でアサインしてあげます。一応こちらの頂点グループの名前、ベースとしておきます。 こちらのディスプレイスの一番下にバーテックスグループありますのでこちらに今作ったベースを割り振ってあげますウェイトペイントモードで確認すると今1の値で頂点グループを作りましたので真っ赤な状態になっていますこちら例えばウェイトペイントのブラシ ウェイト値を0にして、このように書いてあげると、今、0の値が書かれた部分はこのように凹んだ形になります。この特性を活かして雲の形を作っていきます。では、こちらのウェイト値を今度割り振っていくんですが、 こちらのウェイト値をバーテックスウェイトエディットというモディファイヤーによって付けてあげます。こちらのモディファイヤーは一番上に持ってきて、頂点グループ、バーテックスグループをベースにしてあげて、フォールオフ、こちら矢印がありますので、こちらで頂点ウェイトの方、 反転させてあげます。今反転させたので赤いものが青くなって小さくなりました。続きましてこちらの一番下にマスクテクスチャーがありますのでこちらで新しくテクスチャーを追加してあげます。テクスチャーのプロパティ に飛んでもらうと、タイプ、クラウドにしてあげて、そうすると、このように、今、バーテックスウェイトエディットによって、デコボコの、ウェイト値がテクスチャーによって作られて、それをディスプレイスによって、 でこぼこの状態になりました。続いて、こちらの今作ったテクスチャーなんですけれども、テクスチャー座標をオブジェクトに指定してあげたいので、オブジェクトモードから Shift A で Empty を追加します。 こちらのテクスチャーコーディネートのローカルをオブジェクトにしてこちらのエンプティを指定してあげます。これによって雲の形状を動かすことができます。 こちら、オブジェクトをスムースシェードにしておいてください。今度こちらの雲の形状を少し操作していくんですが、このようにエンプティを大きくしてあげて、だいたいこのくらいの形状にしてあげます。 ディスプレイスの強さを少し上げておきましょう。そしてディスプレイス。こちらを複製してあげます。はい。ディスプレイスが2つ重なることによって、このように雲状の形にだいぶ近づいてきました。こちらも強さを少し 変えてあげると、と言たいい感じになったんじゃないでしょうか。まず、モディファイアの名前、ディスプレイス1とディスプレイス2と名前を振っておきます。続いて、先ほど作ったバーテックスウェイトエディット。こちらの名前を ベースと名前を振っておきます。あと、テクスチャーも作ったんですが、こちらもわかりやすいように、ベーステクスチャーと名前を振っておきます。こちらのオブジェクトは、シンプルエクスプロージョンの略で、 dx という名前にしておきます。まず簡易版の爆発の元を作っていこうと思います。こちらの empty も名前を振っておきましょう。こちらは、こちらのベースというウェイト値を管理するので、ベースコントロール名前にしておきます。 こちらのエンプティを動かしてあげるんですが、また、このトランスフォームの値に、シャープ、フレーム、スラッシュ、20ぐらい、Z 軸ですね。に今、入れてあげました。すると、このように、自動で、エンプティが上がっていって、 雲のアニメーションもできます。今度は X 軸方向にも同じように、シャープフレームスラッシュマイナス20としておきます。 このようなアニメーションをつけておきましょうでは続いてこちらのオブジェクトにマテリアルを先につけておきます